ウクライナ有事があってから国防についてテレビなどでも議論されることが多くなったように思います。特に日本においては憲法9条や日米安保と現実との乖離が見えてきたのではないでしょうか。そんな中でも自衛隊の将来的解消を掲げる共産党の C 氏の発言が話題を呼んでいます。 C 氏の自衛隊活用発言にご都合主義批判、旧迫不正の事態に自衛隊を活用するとした共産党の C 和夫委員長の発言が波紋を広げている。党綱領では憲法9条の完全実施、自衛隊の解消、日米安保条約の廃棄を目指すとしており、ご都合主義だなどと批判的な意見が多く聞かれる。 C 氏は近く自衛隊への見解などを記した最新の党綱領解説本を発表するが、国民の理解を得られるかどうかは不透明だ。7日の党会合で旧迫不正の主権侵害が起こった場合には自衛隊を含めてあらゆる手段を行使して国民の命と日本の主権を守り抜くと強調した。憲法9条の下でも個別的自衛権は存在する。必要に迫られた場合にはその権利を行使することが当然というのが確固とした立場とも訴えたとのことです。自衛隊の将来的解消については安倍元総理との党首討論でもおっしゃっていたような覚えがあります。自衛隊の解消は行使するのが当然と C 氏も主張している個別的自衛権を自ら放棄する政策と感じます。この件についてツイッターで反論しておられました。綱領に国民合意で救助の完全実施に向かって前進を図ると明記している通り、自衛隊をすぐになくすという方針ではなく段階的解消という方針を取っており、その過程で侵略を受けたら活用すると言明してきています。綱領と違うと非難する前に綱領をよく読んでとのことです。反論になっていないと個人的には感じます。段階的に解消し、亡くなった後で軍事侵攻を受けたらどう対応するんでしょうか。自衛隊解消は軍事侵攻を受けないという前提が必要でした。それが通用しないと判明した現在では机上の空論と感じます。これに対してというわけではありませんが、安倍晋三元総理はこのように発言されています。安倍晋三元首相、敵基地攻撃能力は基地に限定せず中枢攻撃も含むべき、憲法9条への自衛隊明記も主張。自衛隊の安倍晋三元首相は3日、山口市内で講演し、防衛費に関し2023年度は当初予算で6兆円程度を確保するべきだと訴えた。ロシアによるウクライナ侵攻や中国の軍事力増強に触れ、大切なことは自助努力だと述べた。政府が保有の是非を検討する敵基地攻撃能力に関し、対象を基地に限定する必要はない、向こうの中枢を行為することも含むべきだと主張した。安倍氏は2月27日のテレビ番組でも、日本の持つべき能力に関し相手の軍事的中枢を狙う反撃力だと発言している。安倍氏は3日の講演で防衛費に関して22年度は補正予算を合わせ約6兆円となった、23年度は当初予算からこれくらいの額を確保することが大切だと語った。ドイツが防衛費を国内総生産 GDP 比約 2% 超に増やすと表明したことにも触れ、日本もそれに向けて加速する必要があると述べた。自民は昨年の衆院選公約で 2% 以上も年頭に増額を目指すと訴えた。憲法9条への自衛隊明記や緊急事態条項新設など自民の憲法改正案4項目の早期実現を訴えた。党山口県連などが主催した憲法改正に向けた総決起大会で講演したとのことです。総理時代にこういう発言をもっとしてほしかったという批判もありますが、安倍元総理のこの発言はおっしゃる通りだなと思います。政治家というのは不思議な職業で、橋本徹さんのように当選前と当選後で左方向へ意見が変わってしまう場合が多いように思います。安倍元総理のように総理時代には保守色が弱まる方もいます。その背景にどんなものがあるのかは分かりませんが、安倍元総理は総理退任後に左旋回しなくてよかったなと改めて感じました。健康君は安倍元総理信者だからね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。